花の湯は、兵庫県神戸市スマク妙法寺やぶ中の中1248から14にある温泉を利用した日帰り入浴施設。神戸市の住宅地の外れに位置する高取山の北斜面の高台、スマクと長田区の境界にほど近いスマク側に立つ日帰り入浴施設である。天然温泉を使用していながら先頭並みの410円という、低廉な入浴料金に加え、 深夜1時までの長い営業時間と、都市近郊の便利さも手伝い常連客が多い。当初は温泉を使用しない、普通のスーパー銭湯として開業するが、開業後しばらくして、ボーリングを開始、ラジウム線を見事掘り当て、不法の湯と命名し、引湯する。広く近代的な雰囲気の内湯、露天風呂、サウナ、ジャグジー、冷水風呂、電気風呂、 爆藩石を使用した岩盤浴のほか、レストラン、マッサージなど多彩な設備を備えている。高台にあるため、露天風呂からはマジックミラー越しに神戸の街並みが一望できる。また、夜間には松明が灯り幻想的な雰囲気を演出する。なお、比較的近在には同様の泉質を持つすま、白川温泉、チムジルバンスパ神戸、大山寺温泉、 ラジウム汚染ザンジなでしこの湯がある。効能はその効果を万人に保証するものではない。ありがとうございます。